マソゲームズです。はい、今日はねモンストやっていきたいと思います。はい、毎月あるこちらね、獣神祭15日から17日までっていうことなんですけど、こちら挑戦というかやっていきたいと思います。狙うは坂本龍馬です。うん、坂本龍馬が欲しい。はい、でね、最近はタスチをあげることしかねほとんどやってませんでした。はい、オーディンがやっとタス感っていうんですかね、タスマックスになったり、クイーンバタフライをこうねスピード上げたりとかして、はい、イザナミ用にね備えてるんですけどね、なかなかイザナミが来ない。うん、まずイザナミ倒さないと僕何もできなそうなんで、はい、こういう感じでやってます。でイザナミ倒したら次クシナダじゃないですか。だからクシナダがを倒したいがためにこちらの獣神祭で坂本龍馬ですね当たったらいいなと思ってます。でもこのウリエルもね当たったらサタン僕持ってるんで、なんかいい具合につくよみいけるかなとか思ったりいろいろしてるんですけど、はい、ではちょっとプレゼントボックス開けて全部回収します。はい、オーブ10個になったんで獣神祭ね2回引けます。では挑戦したいと思います。本当に出てほしい。ではシングルガチャガチャル、本気で出てほしいんだよな。お願いします。引っ張ってゴー、来い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 、おーし、金の卵出ました。来い、果たして来い。あー、確かに星5だけど、ロイゼ、なんとロイゼ2体目ですね。僕ロイゼ確か持ってました。はい、持ってます、2体目。いやー、星5出るのはいいんですけど、どうせだったら出てないキャラ出てほしかった。ではもう1回ガチャル、いやー、引っ張ってーゴー、ほい、来てください、お願いします。おし、金の卵、しゃ、ほい、おー、はーい、レオニダルス。いやー、ダメだったー。いやー、でもやっぱりね、ガチャに頼ってじゃダメですよね。ということで、まず、このね、キャラクターたちで、イザナミを倒して、そこから順々に、ちょっとそのね、レアガチャに頼らないように頑張っていきたいと思います。最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスオゲームズでした。バイバーイ。